はいどうもこんにちは、直樹です。今回の選手考察動画は2月のスワップディールが来ましたので、それについてね、ちょっと考察していきたいと思っています。まず今月のラインナップこんな感じになっています。ソフトが英語版なんで少し分かりにくいと思うんですけれどもね、選手カード自体は1、2、3、4、5枚ということになっていて、まあ、とりあえずスワップ交換選手1枚目はシルバー選手パックですね。まあこれを交換する人はいないと思うん で、2枚目からはエレクトラム選手パックと、まあこれはあまり交換する人はいないかなと思うんですけども、4枚目から選手カードが出ますね。バチュアイのインフォームカードなんですけれども、これは別に新しく登場したカードではなくて、まあ、昔からある、昔ってそこまで前じゃないけど、以前からあるインフォームのカードなので、あまり交換する人は多くないのかなという感じはありますね。本当に無課金でやってて最近始めたようなプレイヤーがこのバッチアイ使うとそれなりに強いかなという感じのカードなので、まあそういった無課金の人が、最近始めた人が交換するような選手かなと思いますので、ここであまり深く取り上げません。次に、6枚で交換できるこのジェズスなんですけれども、センターバックの選手ですね。OVR の値は84、国籍ブラジル、所属はセリエ A のローマとね、ケミストリー合わせもなかなかしやすいですね。で、身長が185センチ、センターバックとしては球大点の身長を持っていると思いますし、ワークレートもですね、攻撃意識が低い、守備意識が高いと、センターバックとしては理想的なものになってます。で、肝心の能力値なんですけれども、見た感じは悪くありませんね。スピードも82あって、足速いですし、ディフェンスも総合で84、フィジカル87あります。インターセプト84、マーク82、スタンディングタックル86なので、既存のセリエ A のセンターバックのノーマルカードを使うよりは強いんじゃないかなっていう気がしますね。で、特筆すべきはフィジカル面ですね。身長185センチとそこまで高くはないんですけど、ジャンプの能力値が93ありますので、空中戦の守備もね、大丈夫だと思います。スタミナも結構ありまして、79あります。ストレングス、日本語だとパワー、その値は86。そして積極性が93ありますので、ガツガツね、相手選手に当たっていてボールをタックルしに行ってくれる、ボールを刈り取ってくれるっていうセンターバックになると思いますので、無課金とかあんまり課金してない人に、おすすめの選手となるんではないかなと思います。はい、次に7枚で交換できるのはレアメガパックですね。なのでこのジェズスとレアメガパックでどっちにしようかなって悩む人が出てくると思うんですけど、レアメガパックあんまりね、いい選手出ないことも多いので、ジェズスをスタメンに組み込みたい人はジェズスもらっといた方がいいと思うし、そうでない人はレアメガパックもらっといた方がいいのかなっていう感じですね。次に8枚交換するともらえるこのツバーなんですけれども、万能型の選手になりますね。 OVR の値84、ポジションは左ウィングバック、国籍スイス、所属はブンデスリーガのシュツットガルトになります。身長182センチで攻撃意識、守備意識ともに高いですね。で、逆足精度も4あります。で、見てくれればわかるんですけど、ペース84、シュート73、パス78、ドリブル82、ディフェンス80、フィジカル81ということで、かなり万能型の選手で、ウィングバックとかスーパーサブで中盤に突っ込むという感じの選手として使えると思います。ちょっとスタメンとして起用するのはね、ちょっとなかなか難しいかなと思うんですけれども、5バックだとか3バックで、スカットを組んでいる人にとっては便利な選手だと思います。次に10枚で交換できるヨクシュルですね。少し読みにくいんですけど、ヨクシュルと読むらしいですね。 OVR の値84、ポジションは CDM、 国籍はトルコ、所属はラリーガサンタンデールのセルタになっています。攻撃意識が普通、守備意識が高いですね。で、逆足が4、スキルムーブが3になっていますね。で、パッと見た印象、この選手なかなか強そうだなと思いました。国籍トルコなんで、その面ではケミストリー合わせ難しいんですけれども、ラリーが所属ということで、まあ、それなりにケミストリー合わせできると思いますし、スピードもね、78とありますし、ディフェンス86、フィジカル88と、さらにですね、身長が191センチあるので大型のボランチということになります。身長あり、逆足あり、スピードあり、ディフェンス能力あり、フィジカルありっていう選手なので、かなり便利な選手になるんじゃないかなと思います。人によっては本当にスタメンに組み込む人もいるんじゃないかなと思うレベルで優秀ですね。特にディフェンスとフィジカルなんですけれども、インターセプションの値が87、マーク83、スタンディングタックル87とかなり高い数値示しておりますし、スタミナの値も高いですね。92あるので試合の最後まで頑張ってくれると思いますし、パワーも88、積極性85ありますので、すごく優秀なボランチとして働いてくれると思います。試合の後半から投入するサブの選手としてもかなり優秀だと思うので、僕はこの選手欲しいなと個人的には思っていますね。
次に12まで交換できるのはジャンボレア選手パックなんですけれども、まあまあパックなんでいい選手が出るかどうかわかんないので、まあ怖い人は、それが不安な人は、この10まで交換できるヨクシュルもらっておいた方がいいかなっていう感じはしますね。まあこれは個人的な好みなので、もうすでにね、アイコン選手たくさん持ってるとか、TOTI の選手たくさん持ってるって方は、まあ普通にこのジャンボリア選手パックもらった方がいいと思います。最後にですね、14枚でもらえるのがこのデウロフェウですね。OVR の値86、ポジションは右サイドハーフ、国籍スペイン。所属はプレミアリーグのワトフォードになります。逆足が4、スキルムーブ4、足が速くて、シュートもそれなりにうまいっていうね、典型的なウィンガーの選手なんですけれども、このデウロフェもサブとして有望な選手だと思うんですけれども、決定力の値82とそこまで高くありませんし、ドリブル能力も敏捷性とボールコントロール、ドリブル以外はあまり高くありませんので、そこまで極端に困れが効くっていう選手ではないと思いますし、パワーも58、積極性も43なので、球際もそこまで強くないということで、14枚使ってまで、このデウロフェを取る必要はあるかなっていう感じの選手になってしまっていますね。なので、個人的な好みとしては、一番欲しいのはこのヨクシュルが一番欲しいですね。で、余ったカードを何かに使うっていう感じに、僕自身はなりそうですね。この FIFA19 も折り返し地点を過ぎまして、もうすでに強いね、カードとか特殊カードたくさん出ていますので、スワップディールの選手はちょっと見劣りするっていう感じになっちゃってるかもしれないんですけれども、まあ個人的にはこのヨクシュル強いと思ってますので、もし取れたらこのヨクシュル取りたいと思っています。それでは簡単ですが、2月のスワップディールの、選手考察、ここで終わりたいと思います。最後にこの動画いいなと思った方や、もっと選手考察動画作ってほしいと思った方は、チャンネル登録、ご評価よろしくお願いいたします。時々ライブ配信もやっておりまして、その日時の告知などはツイッターで行っておりますので、ツイッターもぜひフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。